備中高橋方面倉敷方面 JR 改札口茨鉄道改札口総社駅は岡山県総社市駅前一丁目にある西日本旅客鉄道茨鉄道の駅である JR 西日本には当駅の所属線である白尾線と当駅を終点とする木尾線が茨鉄道には当駅を起点とする茨線が乗り入れているなお白尾線と茨線は 静音駅当駅間で同一線路を共有するが、重複区間となっている。駅番号は JR のみ制定されており、白尾線は JRV07、木尾線は JRU10 である。JR 総社駅の事務官コードは65403を使用している。単式ホーム1面一1線と、その反対側にある切り欠き機、ホーム1線、島式ホーム2面4線の、 合計3面6線のホームを持つ地上駅で、京上駅舎を有する。0番乗り場は1番乗り場ホームの北側の切り替き基部にある。0.2番乗り場を、キ尾線、1から3番乗り場を、白尾線、5.6番乗り場を、茨鉄道線が使用する。ホーム間の移動は、湖泉橋を使う。また、裏1番線の東方に、 夜間大白用の気流線及び保守用車や、降臨などを留置する、材料線を備える。JR の駅は、直営駅で、倉敷駅傘下の地区駅として駅長が配置され、西尾見駅、備中広瀬駅までの各駅と紀尾線の、足森駅、逃走者駅までの各駅を管轄している。なお、備中鉄道部管轄時代は事実上に意味駅の傘下だった。 茨鉄道の駅は無人駅となっており、乗車券は自動券売機でのみの購入となっていたが、2013年3月、限りで撤去され、車内での現金払い扱いとなった。なお、JR 線乗り場と茨鉄道線乗り場の改札は別々になっている。JR 側は開閉式の自動改札機と自動生産機を備える。JR 線では移行化が利用可能。 JR 西日本の1日平均乗車辞任は以下の通りである。茨鉄道茨線の平成17、19、21、23、24、26から29年度は上行調査、未実施のためデータなし。白尾線の特急、八雲物隣の停車駅については列車記事を参照のこと。ありがとうございます。